さあ、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。今日の担当は本日お誕生日でございます上地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後数よ両館中かなてうわちみせみ、うん、中夜8月9日旧暦うちなぬくいめ中夜6月の27日にあたとびん、うん、生ヒープがいい丹念し中夜はまりびんやといびさイーグサ IBC が満73になといびさ。なんか、どうのとしんちんおまらん。な、アンド IB がややさい。と、チューン、琉球新報の記事から、うちなありくりのニュース、うちてさびだ。チューンのニュースを、妊婦のコロナ感染が増えている、でのニュース、やいびん、ゆでなびだ。県内で妊婦の新型コロナウイルス感染が急増しており、県はおととい、妊婦とその家族に対し、不要不急の外出自粛や同居家族以外との会食自粛を徹底し、ワクチン接種について主治医に相談するよう呼びかけました。長崎ビーヤ。なま、うちなうとおて、この妊婦、かさぎんちゅが、新型コロナウイルスんけ、かかゆしのあったにうくなって、けんやおとというって、このかさぎんちゅと、このやにじゅんかい、不要不急、かんぬうな友情あらんかじれ、やからんじせ、ひけいることと、また、やにんじゅあらんちゅと、マジューンするて、マジューンするて、会食、参加、やみて、ワクチンの注射について、主治医、どうのかかとおるの医者と、相談することにんち、呼びかけやびたん。新型コロナにかかたる妊婦、かさぎんちゅの、なする病院や、流大病院と、県立中部病院のタトクルが起きっとおよび、流大病院では新型コロナに感染した妊婦の病床が7床ありますが、6床が埋まっています。流大病院や新型コロナにかかたろうの笠銀町の病床、ベッドや7地 IBC が、シディニナームーチやウマティ、地下投入便。また、コロナ感染者から生まれた赤ちゃんは、濃厚接触者として、感染対策をした、新生児集中治療室で受け入れますが、またコロナかとおるちゅから生まれたるの赤ん子や、濃厚接触者とし、感染対策ソウル新生児集中治療室んかいイリアビー氏が、流大病院うてタハチあるベッドのうち、ティーチのベッドやな一致近く遠い、流大病院の近所をただ継ぐ医師や、かなり逼迫していると危機感を示しています。近所医師で、愉快ね、な、一島飛びさんち、チムフチャギシワソービン。さらに、新型コロナに感染した妊婦のお産の時、医師らは防護服などの準備に1、2時間を要することから、容体が急変して緊急帝王切開が必要になった時に、間に合わないため、流大病院では元気なうちに帝王切開をすることにしました。また新型コロナにかかとおる笠銀地が、これなする土地、医者のシンシーターや防護服、思考体、ちちゃいすることにかい、1、2時間、時間のかかえることから、もしくは、この笠銀地の容体、容体の
あったに悪くなったために、緊急帝王切開の手術 T 入りに、マニアーランディのことさに、龍大病院をて、死のあるうちに、元気のあるうちに、帝王切開することにさびたん。新型コロナに感染すると、早産のリスクが高まるというデータもあり、新型コロナなんかへかかいねえ、早産、父たらんの父不足さに、マリンディのことんあて、近所医師は、家庭内感染が多いので、妊婦だけでなく、家族も慎重に行動してほしい。どうぬやうとうていうのコロナんかいかかいしの、多くなといびいくと、妊婦、かさぎんちゅびけのあらん、やーにんじゅん、みしく、ようしん、しみそうり、んち、お話しさびたん、話しました。昼夜、妊婦のコロナ感染が増えているんでのニュース、知能ゆっかの琉球新報の記事から落ちてさびたん。また、来週、うんちえ、ういちえさびら、にへでびる。はい、どうもありがとうございました。お誕生日もおめでとうございます。今日の担当は、植地和夫さんでした。